はい、どうもー、今回は、麺類、コンビニ麺類、じゃんじゃん。今、話題の、じゃーん、これは今、ダイエッターっていうの？体重を気にしてるな、人たちの中での、このなんかすごい、評判なやつですよ、これ。なんと、脂質が 1.9 ぐらい。タンパク質がどれぐらいだっけな、22ぐらい取れるという、この、なんだっけ。大盛り、腹おろしそば拍手さあ、こんな感じです。ぎゃーん。すごい量。これめっちゃすごい。すごい量、これ。これ何、何入ってんだ、これ。カツオ節。カツオ節。うん。長ネギ。長ネギ。大根おろし。大根おろし。お蕎麦。お蕎麦。麺つゆ？麺つゆ。これがさ、すごい量なんだよね。これ伝わるかな、これ。美味しそう。ねえ。で、こんななのに脂質がないし、ねえ、タンパク質も豊富で、ね、これやばい、これ。ね、夏なのに俺はこれを食いまくります。おいしい。うわ、いい音。なるほどね。これも、なんか、さあ、他の人が言ってましたけど、うん、なんかサラダチキンとかよりもいいじゃんっていうの言ってた人がいたんだけど、これで、もしそうならば、もうほんとこれ毎日食べたいぐらい美味しい。ね。ね。うん。もう一個はね、もう一個はなんと、蕎麦アレルギー。よりによって選ぶ。今回は、のんちと萌え子のこのね、シリーズは、麺類。はい、コンビニチルド麺でございます。チルド麺。はい。それを検証していこうっていう感じなんですけど、今回は僕だけ食べます。ね。ねえ、蕎麦ってどんな食感なんですか？蕎麦は食べるたんびに幸せが増す、なんだろうな、メンマみたいな感じ。メンマってそんなだっけ？まあそんな感じで、にゃんと。にゃんと。めちゃくちゃこれはいい。これで痩せるなら、最高に幸せだと思う。そうね、うん。サラダチキンよりなら特に。ほんと、なんかさ、痩せようとしてんのに、うん、あの、パンばっかり食べちゃう人いるでしょ。それダメ。それもう、これいけるよ。ダメね。うん。ダメね。これいきましょう。いや、これは本当に、もし本当にこの数字が正しいのであるならば、もうこれ最高。まあ、僕はこれで、あと2ヶ月で、あと5キロこれでやってると思いますから。このチャンネルこんなに食べてるのに。うん、さあ、続きの、次、はい、どういう麺に行くの？続きは、うん、蕎麦じゃないよね。蕎麦じゃなくて、うん、うどんもやりたいんですが、はい、今回は。セブンイレブンシリーズなのでね、うん、全部。はい、今まで多分最近のは全部食べてきたラーメンを、うん、はい、今日初めて食べるラーメンを選んできましたので、うん、それ行きたいと思います。楽しみだね。お楽しみに、うん、それじゃあ、はい、またね、はい。